どうやって寝る？なおくんは元気いっぱいの男の子。幼稚園に行き始めたばかりのなおくんは、毎日楽しいことがいっぱいで、夜もなかなか眠れません。ママはなおくんがなかなか寝ないので、お腹をトントンしてみたり、温かい牛乳を飲ませたりと、いろいろな方法を試してみました。でも、なおくんはスースー寝息を立て始めても、ママがいなくなるとすぐに、ママと起きてしまいます。なおくんが寝ないのにはわけがありました。お腹をトントンしてほしいわけでも、温かい牛乳が飲みたいわけでもありませんでした。本当は大好きな絵本を読んでもらいながら、ママと手をつないで寝たかったのです。だからママが離れると、寂しくて起きてしまいました。でもなおくんは、早く寝ようね、というママに、本当のことがなかなか言えませんでした。そんなある日、ママは考えました。なおくんがスースー寝息を立て始めたので、腕枕を外しました。するといつものように、ママと、なおくんの叫び声。思わず抱き上げたくなる気持ちをぐっと抑えて、ママは寝たふりをしてみました。寝たふりをしたら、なおくんが諦めて寝てくれると思ったのです。でもなおくんは違いました。ママ、ママと言いながら、腕を引っ張ったり、顔をつねってきたり、どうにかママを起こそうと奮闘しました。でもママも負けません。絶対起きるもんかと、何をされても寝たふりを続けました。なおくんはそれでも必死にママを起こそうと頑張りました。寝たふりを続けてしばらく経つと、なおくんが静かになりました。寝たかな？ママがそっと目を開けようとしたその時、なおくんの泣いている声が小さく聞こえました。ママが飛び起きると、なおくんは毛布で口を覆いながら、涙を流して小さな声で泣いていました。どうしたの？驚いたママは、とっさになおくんを抱き上げました。すると、ママが寝ちゃって、寂しかったの。ふぃー。なおくんはお母さんにしがみついて、今度は思いっきり泣き出しました。ごめんね、なおくん。お母さんは、なおくんの背中をなでながら、申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。次の日の夜、寝る前に何がしたい？
反省したお母さんは、なおくんに聞いてみました。すると、絵本読んで。あとね、お手手つないでほしいの。なおくんが教えてくれました。なおくんは、やっと本当の気持ちを言うことができました。お母さんは、なおくんと一緒にお布団に入ると、絵本を読みました。読み終わった後、なおくんの手を握ると、満足そうになおくんは目をつぶり、すぐにスースーと寝息を立て始めました。お母さんはそっと布団から抜け出しましたが、なおくんは気持ちよさそうに寝息を立てています。お母さんはなおくんのおでこにキスをすると、明日もやりたいことしてからゆっくり寝ようね、と約束をしました。おしまい。お話は面白かったブ？このお話の絵本が欲しい子は動画の説明欄を見てブ？グッドボタンとチャンネル登録もよろしくブー。